この動画は2年前の2021年2月24日に撮影された動画です。2年後に公開されるように公開設定されています。今日は、の達人を食べようと。はい、つけ麺の達人。ふるさと納税ですか。いや、どこでしたっけ。あの、門田。そうですね、近所に借りている、仕事部屋で仕事をして、そのまま、そこでちょっとウーバーイーツなりを頼んで飲んでおこうかなと思います。飲んでおこうかなってどういうことだ。飲もうかなと思ってます。軽くですね、水曜日今日は。なので、軽く明日があるので、今週金曜日には、牡蠣を焼いて食べるのでちょっと楽しみにしています。今日明日明後日と頑張っていきたいなといったところですね。2種類も宅飲み感がすごいですね、この久しぶりのこういう、またまあみんなでわーって飲んでですね、今もうなんだ、もうそろそろ1時になろうとしてますけど、やっぱりまあリアルで場所を共にしていろいろ議論、前向きな議論をするっていうのはやっぱりいいですねと思うわけですよ。なかなかね、状況は状況だし、あとうちも日本中どこでも採用、地域における制限なしっていうことでどこでも採用できるようになって、まあ、距離の関係もあるのでなかなかリアルスペースで一緒に議論をしていくっていうのは叶わない、なかなか叶わない話ではあるんですけど、まあ、実際それが叶った時にはかなりの効果があるなというか、いいなと思うですね。それが仕事にとってどういう効果があるかどうかさておき、人生が深まるというか、自分と他人とのつながりの深みを理解できるというか、それってなんか仕事以上の価値があるなと思いますね。たまたま共通の話題で自分たちの仕事っていうのがあるけど、そうじゃなくても一つの目標に対して一緒に議論できるっていうのはすごく幸せな行為だなと思いますね。そんなことを感じました。